幌市議殺度の料金だと、一瞬で論破されてしまう。札幌市議の言い分。札幌ドームの1日あたりの基本使用料金は847万円。観客数が2万人を超えた場合、ここに1人当たり423円が加算される。その他設営撤去料金が1日あたり423万5千円かかる。日ハムの発表資料を見ると、札幌ドームを拠点としていた当時は球場使用料に年間約9億円を費やしていたようだ。この金額はぼったくりなのか。日本球界には2023年以前の日ハム同様、運営母体が異なる球場を拠点としている球団がある。その一つが東京ドームを拠点とする読売ジャイアンツだ。東京ドームの基本料金は1日あたり2200万円である。23年のジャイアンツの総試合数は71試合、単純計算で年間15億6200万の使用料がかかる。これだけで札幌ドームの使用料の倍近くになる計算だ。札幌ドームと東京ドームを見比べてみる限り、札幌ドームが不当に高い使用料を日ハムに課していたとまでは言えないのではないだろうか。この札幌市議の主張で行くなら、東京ドームがむしろ安すぎるまであるわ。問題なのは、人前沢健さんの言葉はほんと的を置いてる。市長の対立候補市長派の市議根源の市長、まさに、人あるところに人なく、人なきところに人あり落ちで言ってますね。そんな市側の担当者の人は、自分たちを顧みることもなく、問題なのは熊とでも思ってたんじゃないすかね。最低限自分の発言には責任持てよ。最低だと思ったらまだ下があることに驚きだよ。東京ドームと比較すると神のほど散らず。アーチ代を鑑みると東京ドームの20分の1くらいが妥当なのだが、やっぱぼったくりじゃん。芝を比較するときはロングパイルの東京ドームじゃなくてショートパイルのバンテリンドーム。今はロングパイルに変更済みと比較して、うちだけがペラペラ人工芝じゃないと主張するのがせこい。首都圏4000万の東京ドームが不当に安いか、札幌圏わずか270万の札度が不当に高いか、どっちかだろ。片や水道橋という利便性紙と服積みの外れで大きな建物が駅直結用かどうしかない両者を比べて何をする？比べることがおこがましい。世間の相場が分かってない時点でダメなんだよ。身の程知ってれば日本ハムに出ていかれてない。田舎の月決め駐車場で月2万弱払えって言われてたのと同じ。役人も市議もこの理解だなんて救いようのないしだな。子供騙しもいいとこ、一般人ならこの程度の詭弁で煙に負けると思ってるあたり、一般市民をバカにしてるとしか言いようがない。バカにしてるからこんなふざけた姿勢、運営ができるんでしょうな。火消しに出たつもりなのか知らないが、火に油注いだだけなのくさ。市長と市議とドーム OB 役員でネーミングライツ買い取って、札幌俺たちは悪くないドームって名前つければいいのに。札幌税金ドドドームですかね。公金ドームとして税金とよく見たら、ハムの金で維持されていたという二重の意味を示す名前にしよう。札幌市議の言い分が突っ込みどころ満載、後々批判されることがわからないのでしょうか。言い訳のオンパレードで全国にポンコツ札幌市、札幌ドームを自ら言っているようなものです。市民団体がよくやるて。議員は会議中だけじゃなく、起きていても寝言を言うということを教えてくれた。市長や市議を選んだのは札幌市民なんで、彼らが税金で何とかすればいいんじゃないですかね。国の金が使われなければどうでもいいわ。民間なら総売上の5割以上を占める企業に喧嘩腰で接したらどうなるかってわからないかな。警備費用もハム負担、驚くことに普段外に出してる芝の出し入れまでハム。看板の広告料も全てドーム。賃料以外の共益費がベラボーに高い賃貸マンションみたいなもの。貸す側が妥当な料金設定だというならきっとそうなんでしょう。借りる側は割に合わないと思えば借りないだけだし、事実そうなったわけで次の借り手が見つかると良いですね。使用料減免による引き止め等は考えていないってオタクらのトップが言ってんだろうが、どうせ議事録つけていなかったんだろ。それで言われていないことにするだなんてどうかしてるぞ。何か本来ならコンサドーレが支払うべき費用も日ハムに出させてたって話題、疑惑も出てきた。札度がやるべきは移転前の要求に応えて、多少なら札度で試合しても良いかなと思わせることだろうに、今から日ハムに悪名を着せてもプラスになることは一つもねえよ。もう出ていった日ハムのことより解体するかしないかを早く決めないとな。まあ毎年赤字続きでも懐が痛まない輩が決めることだから結果はわかるけどね。市議への批判も出揃ったので、こっからきっちり不利な証拠隠してて申し訳ないことでございますが、できるかの勝負。多分値下げしてても出て行ってたこんな人間が経営側にいたのでは、いずれ同じことが起きてた。野球興味ない層向けの発言と感じた。興味ない層が他の球場の使用量を調べないだろうと思っての東京ドームとの比較して、私たちはちゃんとしてましたよアピールって感じ。ドーム球場なんていろいろあるのに、東京ドームだけを比較対象にして年間の利用比率とか無視した時点で、他所と比べても相当都合が悪すぎたんだろうな。ネットで叩かれているような不当な価格を設定しているわけではない。という言い分なら、東京ドームとの比較してじゃなく、札幌ドームだけで妥当だという説明をしないとな。価格が妥当ならたくさん使う人がいる。使う人がいない時点でもう答えは出てる。こんなん高校生、中学生、小学生でもおかしいとわかる。施設が悪いなんてことはないんです。人が悪いんです。本当だった。
100% 民間企業が所有運営している東京ドームと自治体が所有して三石が運営している。札幌ドームの料金比較が適切じゃないよね。東京ドームは建物の維持管理に税金使ってねえもの。この人株式会社東京ドームの歴史とか知らないんだろうな。まさに数字は嘘つかないが嘘つきは数字を使うな。東京の一等地を比較対象にすると安く見えるってか。札幌ドームは野球専用ではなく多目的の施設である。使用料以外の部分でも金取ってたし、要望を叶えてくれることも少なかっただろうし、怪我のリスクは結局高い状態だもの。選手の安全はプライスレス。サッカーと併用です。しゃあない人工芝ペラペラです。お願い厚くして年貢をたくさん取ります。北広島に行きます。一体はないで煙にまくってマジで低俗。普通の民間企業でも議事録ぐらいちゃんと取るぞ。姿勢に関わる人間がビジネスだけじゃなくまともな政治活動もできませんって自白してどうする。一番原因は無能な札幌市長の責任でしょう。市議が札幌市が事実上運営する札幌ドームの用語べったりってどういうこと？市役所の人ならわかるよ。でも市議だよ。それ自体ふざけて感じます。これからどうやって収支を立てるのかもしくは畳むのかを考えなきゃいけないのに、いろんなこと含めて人なんですね。やることなすことすべて裏目で草。札幌市のおかげでハムの選手年俸の上昇が見込める結果になってハムの選手にとって素晴らしいことですね。札幌市ナイス。北広島市が手を挙げた瞬間に値下げを含めた条件が出てくるんだから値下げは簡単にできたんだよ。それを最初からしてればよかったんだよ。サビレイク福住発展する未来しか見えない北広島。エスコンはコンサートや展示会なども積極的に誘致してぼったくりドームに留めさせてやってほしいわ。さらちにしてドーム関係者用集団墓地&陶器の雪捨て場でいいでしょ。離婚確定間際離婚を切り出された側が離婚を切り出した側の落ち度を言ったりして未練がましくごねてるようにしか見えない。どうしても日ハムに逃げられた責任を取りたくなくて札幌ドームの赤字を正当化しようとしてるとしか思えない。現状解体が最適解だと思うけどね。ぜひスポンサーに対してこの理屈振りかざしてください。まともな大人にこんなこと言ったら多分表を歩けないくらいの恥をかくと思うけど、そろそろ札幌市民から見放されるんじゃないかな。おそらく札幌に来る前の日本ハムの本拠地だった東京ドームと比較して球団の負担は増えてないですよ、妥当ですよと言いたかったんだろうけど、条件トントンなら東京に戻るは普通。なんかそのうち値下げに応じなかったのは北海道日本ハムだから札幌の市民球団ではなかったのでとか言い出すのではないか。北海道に残ってくれただけでも日ハムは優しい気がする。北広島市長の賢さと熱心さの賜物だと思う。もし北海道が次に五輪を招致するなら下記に北広島市を候補地にした方が良いと思う。結果的にはエスコン建設という成果に結びついたのだから札幌市議には建設的な意見はしっかり受け止め姿勢に生かしてほしいわね。今更になって世間にそんな言い訳するんじゃなくてハム外店に腹を決める前にハムに説明して情報案を探るべきだった。そもそも日ハムが札度に来なかったら今頃札度は終わっていたけど、今でも残ってるのは日ハムのおかげですね。まずは自分たちの経営に問題があったことを認め批判を受け入れることから始めるべき。さあ札幌ドームの使用量を東京ドームと比較してしまうあたりが残念で炎上してしまった市議ですが、そもそも札幌ドームの問題は使用量だけではないという部分を隠そうとしていたのではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。